らが愛するサッカーで己の弱さを嫌でも知るだろう。そして我らにひれ伏すのだ。くそ、ふざけたことを。大丈夫、俺たちは強くなった。今度こそイプシロンに勝てる。自分を信じるんだ。行くぞみんな、特訓の成果見せてやろうぜ。お、始まった。リカをメンバーに入れてた。そんなイベントがあってたまるかってんだ本当に。何は地下修練場。アングルいな。感じるぞ魂の震えよ。奴らとの戦いを前にして私の体の血が喜びに震えている。デサムさん、何があなたをそんな風に変えてしまったのですか。みんな、この一戦で全てが決まる。これを最後の戦いにするのよ。必ず勝ちなさい。はい、行くぞ。俺たちのサッカーを見せるんだ。ライモン VS エプチロン。ってことでリカはライモンフォーメーションのどこにいるんだ。オッケー、いいところ。お前何もするな、そこにいて。シュートは俺、吹雪とアタローが決める。ではイプシロンちょっとレベル見ていこうぜ。いやマジでこの BGM かっこいいな。ってことでデザーム様はやっぱキックの方が高いと。でゼルはレベル27がちょっと高いね。ガニメテプロトン、ガイアブレイクと。ガイアブレイクがちょっと怖いかなって感じですね。でマキはめっちゃ可愛いな。こいつはメテオシャワーとガイアブレイクかな。グラビテーション、やっぱロング技。いやこいつ強いな。ヘビーベイビーブロックとアステロイドベルトを持ってるから、ちょっとディフェンスシュートブロック系が多いね。さあキックオフといきましょうか。ではこれ起動くんで出前前走らせて、不動くんも上がってる、吹雪も上がってる。不動に来てからの当たろう。ナイス友達、これいけるはず。シャインドライブ。さあどうだ、超技あるよ。ワームホールじゃないか、これいけるでしょ。アイダッシュ。これがライモンサッカーだ。いいねいいね。 D.O. これぞ修行の成果だ。やっぱアタローの超技やっぱ強いね。さあやっていこうぜ。アタローでもう1点くらい決めたいところだけど、まあうまくやっていこうぜ。ゼルに来たか。これリカスライディング。え、リカちゃん強いじゃないか、本当に。俺、お前意外に強いな。これじゃあ、アタローのスーパーアルティメットロングパス。完璧だけど取られた。まあ、出前のスペシャルパスが来た。ナイス、吹雪。これ、ジャッジスルー2で突破して吹雪にパス。いけるはず。女性、やっぱそうだよね。やっぱ女性にそういう技やったらファール取られるよね。やっぱ審判も人間だからさ、ちょかわいそうだなと思ったらすぐファール取るから。これどうしようかな。これイプシロン戻された。これ空吹きでタックル、ブロック。そうか、忘れてたけどイプシロン技使っても TP 減ないのか、厄介だな。これじゃあ出前で攻めてタックル。いやマジか。これじゃあ関さんでスピニングカット。OK ナイス。じゃあこれデーマエパス回して吹雪から。